丸亀ブルーナイター四国アイランドリーグプラス杯初日の攻防競争水面には今シリーズえりすぐりの V 有力メンバーが勢ぞろい初日のラストバトルを迎えます第12レース予選競争ドリーム戦1号艇木下翔太2号艇上平慎二、3号艇瀬野忠幸4号艇三好勇人、5号艇宮地元樹6号艇山崎軍以上6選手の対戦です 絶好枠木下翔太、インコースに進入今日の1走目は2着連帯 SG ウィナー、そしてレジェンドクラスがあまたの大阪支部の中で記念戦線で結果を残して大舞台に駆け上がります1号艇、木下翔太今シリーズもしっかりとこのドリーム戦まずは VA の足掛かりとしたいところであります。ココーーススには2号艇上平慎二今日の1走目6コースから 途中追い上げての2着連帯さすがのテクニックと調整力を披露いたしました3コースには3号艇瀬野忠幸実績モーターしっかりパワー引き出したか今日の1走目万全の逃げを決めていますそして初日のドリームで巻き返しとなるか地元4号艇三好隼と門市5コースには5号艇宮千本木が構えましたオーソドックコースに6号艇山崎軍定番通り3対3のスタイル第12レース初戦競争ドリーム戦1番2番3番ダッシュ4番5番6番1秒前 スタートしましたわずかにスロー勢インコースから1号艇木下翔太二コースからは2号艇上平です一マーク逃げる一号艇木下翔太差していく2号艇上平に間割るか3号艇内をついては4号艇三好颯とバックストレッチ先頭しっかり押し切ったか1号艇木下翔太二番手追走2号艇上平慎士三番手は三艇並んでいるかセンターから4号艇三好臨くか内から6号艇山崎君外から3号艇瀬野忠之です十二レーススタート成場一緒にマーク1号艇木下に2号艇上平慎士がここは外前へ内から4号 前回3番手争いは4号艇三好がわずかに優勢も外から6号艇山崎軍が判定審査レースは2周目に入っています上位の体形目下のところ1番2番4番ですがまだまだ3番手争い分からない状況4号艇三好が外を牽制する間に内からは3号艇瀬の5号艇宮地両者が迫りますが握ってきました4号艇三好綾人が3番手上位体形は1番2番4番 半の差4番手に6号艇山崎軍後方は3号艇5号艇が続いています先頭はぶっちぎりました1号艇木下翔太2周にマークトップでクリア2番手2号艇上平慎二3番手4号艇三好の内切り込む6号艇山崎の差し届いた追いつきました3番手6号艇4号艇が並ぶ今度は形勢逆転内側6号艇山崎軍がわずかに一定身前に出た逆転上位体系126と変わって最終周回です4号艇三好も外から判定審査で粘って握っていくか懐狙う 私に 切り替えました4号艇、三好ですがここは6号艇、山崎軍がリードを広げ上位体系は1番、2番、6番二艇シンハンサー4号艇、三好綾と4番手後方は3号艇、5号艇が続いています初日のラストバトル第12レース予選競争ドリーム戦先頭はしっかり逃げ切りました初日2着、1着後発進1号艇、木下翔太2番手、2号艇、上平慎二3番手は同中逆転6号艇、山崎軍1、2、6でゴール先頭1番、木下五類2着、2番、上平五類3着6、6番、山崎五類四番、三番ゴールイン、五類 ラスト5番宮地高林です。